ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。戦国時代に武将を苦しめた存在といえば、武将、まあそうなんだけど、他には、空腹、間違ってはないんだけど、求めてる答えじゃないんだよな。その求めてる答えの話をしたいってことね。なるほど。こういう時に理解の早い女は、男から好かれるらしいぜ。いいわね、早く話してちょうだい。霊夢、ちょろいな。ということで、今回のテーマは一向一揆についてだ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそもさ、一向一揆って何なの？一向一揆っていうのは、浄土真宗の信者だった農民や武士たちが権力者に対して反乱を起こす一揆のことを総称した呼び方だな。戦国時代の大名が一番警戒していた敵は大名ではなく民衆による一揆で、あの織田信長や徳川家康を苦しめたと言われているぜ。嘘でしょ？あの信長さんと家康さんが。うん。それで一向っていうのは一向宗のことを指していて、一向宗は鎌倉時代に盛んになった浄土真宗、特に本願寺教団のことだぞ。本願寺教団は阿弥陀仏の力を信じて、ただひたすら南無阿弥陀仏と念仏を唱えればいいという教えから、一向宗ってわけだ。なるほどね。宗教団体の反乱みたいなことか。だな。それで浄土真宗は、阿弥陀如来に対して信仰を持てば誰でも救われるという、民衆にとてもわかりやすい内容だったから、戦国時代に爆発的に普及。そして一向一揆が起こる前からたびたび支配層に対して反乱を起こしていた農民と結びついて、徐々に巨大化していったんだ。シンプルなのが受けたのか。うん。そんな一向一揆には二つの強みがあったと考えられていて、まず一つ目は、死を恐れないという点。どの時代の宗教も一緒だけど、本当に信仰心を持っている人たちなら、命なんて惜しくはないという人はかなり存在する。特に浄土真宗の場合は、阿弥陀如来を信仰さえすれば極楽浄土に行くことができるというものだったから、余計に死を恐れない風潮が出来上がってしまったんだ。恐ろしいわね、宗教。二つ目は、無限に兵力が増えていって、さらに戦っても利益が出ないという点。どういうこと？というのも、一向一揆は領地を治める大名の下に住んでいる農民たちが一斉に一揆を起こしていたんだ。そのため大名の兵力よりも大勢動員できるのは当たり前で、九頭竜川の戦いでは30万人の一向一揆の軍勢が朝倉家に押し寄せたと書かれるほど、その状況は恐ろしいものだったそう。兵力半端ないわね。さらにその上で一向一揆を鎮圧したとしても、自国の領民であるため利益を得たどころか損をしているなど、まさしく大名からしたら踏んだり蹴ったりということになるわけだな。信長さんとか家康さんからしてみたら、やるだけ無駄みたいな感じだね。だな。ここからは簡単に一向一揆の流れを紹介していくぞ。宗教 VS 戦国武将はどんな戦いが繰り広げられるのかしら。まずは、一向一揆の一番の成功例とも言える、加賀一向一揆。1467年から始まった応仁の乱によって、全国各地で戦乱が起こるようになるぜ。だけど加賀を治めていた富樫家も例外じゃなくて、応仁の乱の途中で兄弟の家督争いが勃発するわけだ。ほうほう。そして兄である富樫正親は、蓮如率いる浄土真宗の力を借りて見事に家督争いを勝ち抜くことに成功。だけど浄土真宗の力を見た正親は、弟を加賀国から追い出すと直ちに浄土真宗の弾圧を開始するぞ。せっかく協力してくれたのに。これに怒った浄土真宗の門徒は、20万の兵力を率いて正親がいる他古城を包囲。結果的には西親を自害に追い込んで、ここに加賀の国衆と信徒たちが支配する国が成立したんだ。浄土真宗の力、なかなかえぐいわね。そして戦国時代に三河を治めていたのが、今川家からの支配を脱して独立を果たした徳川家康。家康と一向宗は些細なことから対立が深まって、ついに武力衝突となってしまったんだけど。これが1563年に起こった、三河一向一揆だな。家康さん、相手を甘く見ると痛い目見るから気をつけてね。三河一向一揆は、家康の家臣からも一向宗に味方する者が出るなど、家康は対応に苦しんだんだ。ちなみに後の家康の参謀役として活躍した本多正信は、なんとこの時に一向宗に味方をしているぞ。それで一揆の収束後に三河を離れて諸国を放浪した後に、家康の元に帰参しているぜ。家康さんの心の広さ、割と苦戦した家康だったんだけど、最終的に家康は一向一揆を鎮圧し、三河での一向宗の布教を禁止して、寺院のほとんどを破却することに成功。その一方で、敵対した家臣たちは寛容な態度で帰ってくることを許したから、徳川家中がまとまって、徳川家は大名として地方を固めることになるんだ。徳川家の結束力が収穫になったわね。だな。それで次に起こるのが、約10年ほど続くことになる、石山戦争。
徳川家康をも苦しめた一向一揆だったんだけど、ついに一向一揆の勢力は織田信長にも向けられることになるわけだな。信長さんがターゲットに。この時、天下人への道を着実に歩んでいた信長は、浄土真宗本願寺派の総本山である石山本願寺を気がかりにしていたんだ。そんな信長は石山本願寺に対して莫大な費用の負担やお金の支払いを命令し、さらには石山本願寺の活動を制限したりするなど、なるべく一向宗の力を削ぐことに力を注ぎ始めたぜ。さすが、対処が早いわね。これができる男ってやつだわ。悪くない。どういう目線で信長のこと見てるんだよ。それで信長に潰されることを危惧した石山本願寺は、摂津三好家と戦っている信長に対して挙兵。こうして石山戦争という、信長と一向宗の全面戦争が始まったわけだぞ。ついに長年の戦いが始まったわね。信長さんはどうやって対処するのかしら。これに対して信長は朝廷を動かして勅書を出させ、権力と和睦を図ったぜ。一方、伊勢の一向一揆に対しては、信長が自ら兵を率いて鎮圧を図ったんだけど、一揆衆は巧みに防衛して、さらに信長が率いていた氏家牧前を討ち取って柴田勝家に負傷させるなど、信長は大敗北を喫することに。あの信長さんがこんなにも苦戦するなんて。一揆衆は、自ら兵を進めて正面から相手と戦うことは必ずしも得意とは言えなかったみたいだけど、ゲリラ戦や防衛戦という武士が好まない戦法では無類の力を発揮したそうだ。死んだら極楽浄土へ行けるという信仰心が、一揆衆を統制の取れた勇敢な兵士にしたんだろうな。信じる心、馬鹿にできないわね。まあ結局のところ、和睦は成立したんだけどな。そして信長を一番苦しめたと言える一向一揆といえば、信長の元々の本拠地である尾張にほど近い、長島の一向一揆で、1570年に起こったぞ。長島という地域は、長島岩礁寺をはじめとして浄土真宗の寺がたくさん建っていて、まさしく一向一揆の中心地だったぜ。信長さんは、敵の土俵で戦うってこと？うん。石山戦争が始まった頃に長島で一斉に放棄して、当時浅井朝倉の軍勢に悩まされていた信長は、かなり痛いところを突かれた形となったわけだ。そして浅井朝倉の軍勢を片付けた後に5万の兵を率いて長島に侵攻したんだけど、10万人が守る長島に信長は全く歯が立たずに撤退。うわぁ、ここまで苦しめられるとは思ってなかったでしょうね。かもな。さらに1573年の2度目の侵攻も、長島の一向一揆の鎮圧までには至らなかったぞ。そして1574年、信長は12万の兵力を集めて再び長島を包囲して、長島一帯を火攻めにしたことにより、長島の一向一揆の門徒は全滅。本気を出す信長さん。怖っ。こうして、信長によって長島一向一揆は鎮圧されたんだけど、信長はその流れで越前一向一揆の鎮圧をすることになるぞ。信長さん、ちょっと働きすぎじゃない？まあしょうがないだろ。長島一向一揆を片付けた信長は長篠の戦いで武田勝頼に勝利。その勢力の弱体化に成功して、信長は満を持して越前制圧に乗り出すんだ。この頃、一向一揆が越前を支配するようになっていたんだけど、重い税を課すなどして国衆や仏教の多宗派だけでなく、同じ一向宗の門徒までもが反発するようになっているという状況だった。仲間割れ、チャンスじゃん。そう。このような好機を逃さないために信長は3万の兵を率いて越前へ侵攻して、苛烈な処置で一揆衆を鎮圧。ちなみにこの時、1万を超える一揆衆の命が消えたと言われているぜ。犠牲者が偉いことになってるわね。その後、総本山だった石山本願寺も兵糧攻めにあって、頼みの綱だった毛利水軍が第二次木津川口の戦いで敗れると、扇町天皇の仲介もあっては僕。こうして、約11年にも及んだ石山戦争は幕を閉じることとなったんだ。長かったわねー。達成感半端なさそう。それで信長との戦いに敗北した本願寺は、その後に石山から撤退。だけど不況自体は信長に歯向かわなければ自由とされていたから、移転先の紀州の地にて、細々と不況を行っていくように。今後はおとなしくしていてくれるといいんだけどね。ひたすらに念仏を唱えて極楽浄土への往生を願い続けた一向宗だったけど、時代は彼らを許さず弾圧を加えたわけだ。それで武力に武力で応戦した結果、一向一揆が始まって一国を治めるほどまでに勢力を発展させた一向宗。まさか、ここまでの勢力になるとは思わなかったわね。時代の逆風に折れずに争い続けた一向一揆の人々は、さらに戦国時代には織田信長と対立して11年にも及ぶ戦いを繰り広げられるほどの大勢力となったんだから。信じる力の強大さが身に染みたよな。確かに、宗教って馬鹿にはできないわ。
それで1582年に信長がこの世を去った後、秀吉の時代になると1585年から断続的に、刀狩りを行っていくようになるんだ。戦えないように、刀を奪っちゃうの。というよりかは、これは農民たちが武器を持てなくする命令のことで、これによって農民たちは武士との身分が区別化されることになったんだ。ということはさ、これで一向一揆なんて起こらなくて済むんじゃない？いや、刀が持てなくなった農民たちだったけど、ここから先は違う形で一揆を起こしていくようになるんだぜ。まあ、この話については今度な。気になるところだけど、今日は我慢しておくよ。それで秀吉が亡くなった後、一向宗はなんと家康に接近し始めるぞ。若い頃に一向一揆に苦しめられたことから、自分の領内では一向宗の布教を許さなかった家康。そのはずだったよね。だけど一向宗の勢力が弱まっていたから、後に三河本州寺の再興を許すなどの寛容な態度を見せるようになるんだ。そして天下人となった家康は、京都の地を一向宗に与えて、寺院の建立を許可したぞ。また歯向かってこないといいんだけど。この寺院が信州本廟っていう、通称、東本願寺だな。一方、龍谷山本願寺は通称、西本願寺で、石田三成の西軍を支援したものの、家康は取り潰すような手荒な真似はしないで存続を認めたんだ。本願寺って分裂したのね。どうやら、分裂させて対立させることで勢力を抑え込むっていう、一向宗の力を恐れた家康の宗教政策みたいだぞ。家康さん賢いわね。ちなみにこの両派、江戸時代の幕末には東本願寺が幕府を、西本願寺が倒幕派を支援することになるぜ。江戸の幕末まで続くのね。深いわ。これで一向一揆についての解説は終わりだ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。またゆっくりしに来てね。